皆様こんにちは。プラザ投資の伊藤です。今日は2月の27日日曜日です。月足は明日28日、もう1日立ち上がりますので、それを見てから、相場の判断をするというのが普通なんですけども、その前に、トライすべきポイントが2つあり、それを取れるかどうかというのが明日の判断の、ポイントになりますので、あえて1日早く入れさせていただいております。今日のお話、月足月末2万7001円の攻防というお話です。どういうことかというと、2万7001円というのは1月末の引け値です。2月の初め値は2万7167円です。2月の初め値以上で引ければ月足はもちろん陽線、ただ月末2万7001円という1月末の引け値よりも上で引ければ、これは目先の底入れサインになります。前回2月の18日ですか、皆様に、解説させていただいた時には、ブレグジットの安値の時、月足ダイン線に陽線がはらんで、その後上げに転じました。その後、この時も月足にダイン線に陽線がはらんで上げに転じました。そしてチャイナウイルスショックの時の安値の時も月足ダイン線に陽線がはらんで結構大きく戻しになりました。今回も私は当初はハラミを予測してたんですけども、ハラミとならず26,044を割ってくる展開となってしまいました。じゃあそれではどうだったかというと、この26,044を割った時はですね、ウクライナにロシアが侵攻しないと思ってたのに侵攻してしまった日であります。この時の各市場の動きはどういう動きだったかということをご説明したいと思います。まず、黄色いところの、棒グラフが金の値段です。緑は、これは、原油です。なんと進行したその時がピークになってしまっております。金も原油もロシアの主力輸出商品の一つであるということを頭の片隅に置いておく必要があるのではないかと思います。ニューヨークダウはどうだったかというと、やはりこの24日の日が底値になって、翌日は上に窓を開ける陽線となっております。週明けさらに陽線が立つようでありますと、ニューヨークダウには並び赤という暴騰線が出ますので、かなりの戻しになる可能性が高くなります。では日経平均の前にニューヨークダウの週刊足を見ていただきましょう。ニューヨークダウの週足を見ますと、大きく長いひげを出して陽線になりました。長いひげを出すこういうの足を手繰り足と言います。目先はこの下値は叩きにくいということをこの経線は示しております。この次に、日経平均の、安値をつけるべきして安値をつけた週ではないかという考え方もできます。これは安値から安値のサイクルが29週、ここは30週で、ここからここはたまたま28週でしたので、1週ぐらい足りないかなという気持ちもありましたけども、一応底値をつけるべきサイクルではあったのではないかと思います。ここに斜めの線が3つ書いておりますけども、これは週刊足の2段下げをしたところです。週足の2段下げは3度起きております。今後本格上昇になるには、ここで週足の2段上げ1回ですから、今回の底値から2回目おそらく起きると思っておりますが、それでも底打ちにはならず、もう1回安値を切る展開に将来的にはなると予測しております。次、26,044円を前回守るという予測をしてたんですけども、途中で足が悪くなりました。ここで並み黒って暴落線が出まして、その安値を下に切ってきたところで、26,044円を割る場合のカウントについて会員さんに提示したところであります。この時の波動でどういうふうにカウントするんですかということになると、この最初の安値までの波動が A 波、次の戻しが B 波、次は C の A、C の B、C の C、C の D、そして C の E という展開になるでしょうという話をしました。下げ相場のこの今回の特徴は、1空目の窓を次の戻しで埋めきれない、1空目の窓を次の戻しで埋めきれない、したがいまして、
次の戻しで埋めきれないのはここの窓ということになりますけど、その前にこっからの1区目の窓27,575円から486円に空いておりますので、そこが最初の攻防点になるのではないかと思っております。復唱いたしますと、月末の値28日の引け値27,001円以上かどうかというのが最大のポイントになると思います。なお次の詳しい見通しはまた次の YouTube で明らかにしたいと思いますので、また皆様ご視聴してください。皆様ご視聴ありがとうございました。